酒が切り取った量とちゃう。ええー、からあるだけ持ってこいや。色つけて腹たるわ。おお、鶴の葉、久しぶりやの。あんたも忙しそうやないか。まあな、明日になったらやっと刀の荷下ろせるわ。そうか、頭が戻ったらいよいよ会長も後目譲るやろ。明日の出所祝いはその景気づけや。渡瀬組が忙しになるんはむしろそっからちゃうか。確かにせやな。けど頭の襲名を一番喜ぶはずやったんは西谷会長や。それが今時勝ち込みでやられた上に上流とかいう犯人も見つからん。ほんま何があったんや。うちでも調べとります。俺も世話になった会長殺されて腹渡にゆっくり返っとる。世話になった？お前がかいな。なんでっか。なんやおかしなこと言いましたか俺。まあある意味可愛がられとったもんなお前。西谷会長にじっくりなぶられながらごつなったんやろ。身も心も奴隷にされとったんやな。あの人は関西極道の鏡です。可愛がられて光栄でした。西谷会長のことは親父も胸痛めとるはずや。明日は明るうて迎えたってくれ。言われんでも分かっとるわい。ほなな。同じ近江の門に嘘つくっちゅんは胸が痛めますね。そんな余裕あるかい。こっちも命かけや。あいつなんか解散宣言聞かされて真っ先にブチ切れよるやつやで。ほんま明日は誰が何しおるかまるで見えん。久々にヒリヒリしますわ。桐生さんはどないしてる。まだ大道寺一般とこです。これから大阪来るはずで。お待ちしておりました。親父も直到着です。今出所してこっちに向かってますわ。用が用なら盛大に迎えるとこやけど、無所での出迎えは禁じられてます。それは近江連合若頭でも同じことで。ああ承知してる。せやった。あんたも10年食らってはったな、親殺しの罪で。これから近江ぶっ壊そういう俺らも似たようなもんやけど。なんや獅子堂、急におじけづいたんか。長年あった極道の組織と歴史を俺らだけで幕彦言うんです。頭は緊張せえへんのでっか。しとるかもしれんけど、もう腹は決まっとるからな。お前気ぃつけろや。親父の前でそんなくだらんこと言うんちゃうぞ。へい。親父、お帰りなさい。おう。お勤め、親父。ご苦労様でした。親父。おやじ、お前らもご苦労やったの。おかわりありませんな、おやじ。おかえりなさい、鶴野。獅子堂、ようやったな。死んだはずの竜を生き返らしたんや。大変やったやろ。一応手こずりましたけど、元手が500億あったもんで、大道寺の首輪もかなり緩になりました。よう来てくれたな、キュリオン。お互いややこしい立場になったもんや。
あんた探すのにどんだけ銭つこたか。あって早々金の話とはな。昔はもっと夢のある男だった。ふん、死人に化け取った男がどの口で言うとるんや。だいたい最初から無理やったんとちゃうか。死体も身内に堂島の竜が死んだ言われて誰が真に受けんねん。んなもんアホだけや。お前以外はみんな騙せていた。本気でそう思っとるんやったらあんたも大概やな。しゃあけどその話はもうええ。今日はあんた抜きではやれん一大事がある。極道終焉の日や。ああ、思い切った手に出たもんだ。お前も大吾も。わしらが思い切ったんとちゃう。時代がわしらを追い詰めたんや。政治家や警察の皆様がとうとう法律でわしらを人間扱いせんでもええようにしてくれはった。この先極道は組織ごとお上の言いなりになるか、地下に潜ってマフィアになるかや。そうらしいな。今やったらまだ第三の選択肢を用意できる。組を解散して新しい受け皿でできる限り多くの極道を救い上げる。これが遅れれば遅れるほどわしらにできることはなくなってくんね。ほんでより多くの極道を路頭に迷わせることになる。それが正しい判断かどうか正直俺には分からねえし、口を出す資格もねえ。だがお前らが命張ってやろうとしてることだ。手重ねえ理由を思いつけなかった。あんたも大道寺のリスク背負ってきてくれてることは聞いとる。それでも近江連合と登場かい。この二大組織に引導を渡すには伝説の極道たちが必要や。ふん、今日は頼むで。ケリファン。親父、解散届はお持ちで。ん？歴史的な瞬間です。解散届持って決めのポーズくれませんか。おい、アホなこと抜かすな。ええやないですか。今時は何でも記録に残すんです。ねえ、九龍さん。おい、やめろや。ええ加減にせ。死んだはずの東条会元四代目と結託した近江連合若頭、組を裏切り近江連合の解散を画策。その懐には今警察への解散届が入っとる。なるほどな。お前は解散に反対っちゅうわけか。獅子の近江の人間がこの動画見てもうたら誰かでお前らぶっ殺すわ。そんで俺は裏切り者を暴き出した英雄になれる。なんやと。とりあえず渡せ組はいただいとこう。もう根回しも済んどるんで。なんやお前ら。組長も頭も反逆者やった。そらみんなアホらしなるわ。あんたは親父らに尻尾振んのに夢中で下のもんが見えとらんかったな。要は器が小さいいうことです。お前は違うってな。部をわきまえて一歩一歩行きますわ。まずは組長から始めてゆくゆくは近江の跡目。大きく出やがったな。生まれが悪いもんで俺はチャンスと見たら命張るも惜しないんや。今日まで2年ずっと待っとった。近江解散の陰謀を暴くこの決定的瞬間もな。そんな前から裏切っとったか。ドアホ、先に裏切ったんはお前らやろか。
寂しかったろ。西谷桐生一馬に渡瀬勝、お前らクソ虫だよ。裏切り者の老いぼれども。あんたはなんで生きとるんや。西谷会長、西谷会長を殺したんは俺やったでしょ。桐生さんはその現場におったが、俺の背中越しにしか見とらんかった。血のりが出るおもちゃで刺すふりしとっただけ。ちゃんとすぐそばまで救出チームを来させとった。全部計算づくや。お前らの悪巧みもここまでやな。なんでや、獅子堂。お前も西谷を恨んどったやないか。せやのになんで。おっしゃる通り、俺は西谷会長にずっと命握られて何年も地獄を味わわされてきた。そこに手差し出して拾ってくれたんはあんたや、頭。その恩をあだで返すんか。ガキンコロ、ゴミクズ同然やった俺が今じゃ肩で風切って街歩いとる。ずっと憧れよった眩しい夜を生きとるんやで。強い側に立って初めて分かった、力と恐怖で人を支配するっちゅうのはこんな気持ちいいもんなんやな。お前、俺が食う飯、着る服、抱く女、あんたはそれを俺にくれたったと思うとるかもしれん。ああ、ちゃうで。何年もかけてどん底から這い上がったんはこの俺や。あんたは最後にほんの少し手差し出しただけ。どえらい勘違い男のあんたにアコで使われて何遍ぶっ殺そう思ったかわからんで、我ながらよう我慢できたもんや。あんたに借りなんぞない。俺が手にしたもんは全部この俺が自分の力で勝ち取ったもんや。それをなんや、国をなくすやと、近江連合を解散させる。アホ抜けせ、頭湧いとれるか、腰抜けか。獅子堂、せやけどお前らの陰謀騒ぎ立てたところで何の証拠もない。時が来るまで泳がしとくことにした。さらに証拠掴んだとして一人で近江を塗り替えれる思うほど俺もアホちゃう。ちゃんとその後の絵描いてみせな。誰もついてこんやろ。鬼人会を後ろ盾にしたらみんな解決や。この間火事場で助け出した西谷会長に俺は手の内全部晒した。桐生一馬の生存、近江連合と東条会の解散計画、驚愕の裏切り、許しがたい陰謀だよ。だろ、渡瀬の兄貴。昔はあんた人言派の出ってことも気にせず俺を認めてくれたじゃない。極道は力さえありゃそれが全てだって。口だけじゃなく手本も見せてくれた。あんたを本物の男だと信じたから代わりに手汚すのだって構わなかったんじゃねえか。あんたが任侠の善玉みたいな顔してられんのは誰のおかげだよ。なのにこの俺を解散の邪魔だ、殺せ、始末しろときた。耳を疑っちまうよな。ちゃう、あんたを殺すっちゅうのは俺が言い出したことや。黙ってろ、つるの。言い訳にもならねえんだよ、そんなもん。俺のことも近江のことも渡瀬の兄貴は裏切った。
俺らがそれでどんだけ傷ついたと思うなあ。それに引き換えシシド、お前はマジで大手柄だ。愛してるぜ。あんたらがいらんいう近江の組織は俺らが丸ごといただいてある。そのためになら憎い相手だろうと喜んで尻尾振るってわけだ。おうよ、そこまでやったから今この状況がある。正直に言う霊気にはこの状況は想定外や。相手は渡瀬組と鬼人会の連合軍、こんなありがや。今日一番の山場が来るのは近江の本部は戻った。ああ、俺もそのつもりだった。だからもしあんたが無所で体なまらせていたんなら、多分俺らはここまでだ。ふん、わしゃ今日という日に備えとったやで。なまっとるわけないやろが。あんたこそ年食って寂しいとらんやろな。いいだろう、少し希望が出てきた。お前はどうだ、鶴野。は？どうって、あんたらレジェンドとトリオで喧嘩できるんや。さっきから血たぎってしゃあない。上出来だ、シシド。長いこと念入りに計画を進めてきたらしいな。だが随分でかい穴がある。あ？ここで俺らを始末できなかった場合はどうなる？その時は何もかもご破産じゃねえのだ。本当にここにいるお前らだけで俺たちを止められるのか？おもろいな。また動画撮っとけ。近江連合全員に俺らのお手柄見せな。ええ、老害どもはまとめて始末したる。今ここが新生近江連合の幕開けや。ぶち殺したれ。しゃあ、あいつらは何とかする。持ちこたえてくれ。
アホなことあるかい。おかげでいい肩慣らしになった。悪いが俺らの本番はこの後なんでな。まだ終わっとらんやろが。おめえ、せっかくのスクープをすまんな。殺したかったのはあんただよ。わしもお前やったらそう考える。お前に殺されるんやったらしゃあない。あんたのそういうとこが好きだった。なんで裏切った、なんでだ。渡せ。悪いな、わし今日は死ねんのや。おざくな。まだ嫌がったのか。あなた方のピンチかと思い切ってアクセルを踏んだんですが、少し過剰防衛でしたかね。花、なんでここに。うちもおるで。最近はうちでも赤目さんから蒼天堀の情報を仕入れてましてね。彼女は大したものです。この町一帯に目と耳を張り巡らせている。すると今日、死んだはずの西谷らしき人物が目撃されたと。ほんのついさっきな。それで余計なお世話かとも思いつつ様子を見に来たんです。手ぶらじゃなんなのでリムジンをお持ちしました。近江の若頭を乗せるならこれくらいのグレードでないと。スーツの替えもあるで、上流。あんた血まみれやんか。えらい気の利く味方がおるんやな。俺も驚いてるよ。親父の着替えもここにあります。どうやら腹痛い言うて休んどる暇はなさそうやな。ああ、言ってなかったか。ここからが本番なんだぜ。分かっとるわ。